今年4月からスタートした今田耕司、笹原里乃が MC を務めるバラエティ番組、弁護士と一緒です。テレビ朝日系が夜10時台に初進出する。同番組は世の中の人が不安で気にはなっているけど自分では調べられない事柄を弁護士と一緒に調査し、視聴者にほっとしてもらう番組。6月16日放送の SP では、三田寛子、薬丸裕英、峰竜太をゲストに迎え、人々が気になっていることを街頭インタビューで徹底調査する。霊園物件、予約ドタキャン、SNS、気になる疑問に弁護士陣が、回答。同番組では、インターネットで募集されている、謎の超高額アルバイト求人や、SNS に来る美女からの出会い系スパム、ネットショッピングサイトのやらせレビューなど、普段の生活の中でよく目にする、気にはなるけどちょっと怪しいサービスや商品、求人の実態を弁護士とタッグを組んで徹底調査。騙されたり詐欺にあったりしないための見分、受け方や対処法がレクチャーされてきた。スペシャルとなる今回は、通常よりも多い4人の弁護士がスタジオに待機。街頭インタビューで得られた世の中の人たちが今気になっていることや不安に思っていることを MC の今田、笹原らともに徹底調査していく。0円でもらえる住宅、0円住宅とは一体本当にただ同然でもらえるものなのか。そこには、空き家が増えてしまう日本の現状と、空き家を一軒でも減らしたい、自治体のある思いがあった。都内に実在する0円住宅を訪れ、家の中の状態を徹底リポート。いくらの価値があるのかも試算する。今や日常生活に欠かせないが、同時に多発してもいる SNS トラブル。街頭インタビューでも様々なエピソードが出てきた。載せないでと言ったのに、自分の顔が勝手に投げ、こうされてしまった。これは犯罪となるのか。投稿が炎上して学校まで特定された。これは損害賠償の対象になるのか？気になる法律について弁護士陣が解説する。もしあの時、訴えていたら？もしもの値段も査定他にも過去トラブルに巻き込まれた芸能、人が、もしもあの時、訴えていたらいくら取れたのか？を弁護士がジャッジする企画を実施。峰竜太がお寿司屋さんの直ネタで会計が言われていた3倍になった。本当に全額支払わなければいけなかったのかについて聞き、弁護士からの意見に驚きの表情を見せる。また、春菜愛も VTR 出演し、大人数の予約を無断、キャンセルされたのを訴えた場合、いくら取れたのかを相談。飲食店の無断キャンセル問題はたびたび話題になるだけに、うっかりキャンセルを忘れてしまった場合、訴えられてしまうのか、全員興味津々だ。弁護士陣が一斉に金額を提示し、それぞれの見解を述べていく。弁護士と一緒に検証するだけで、いろんなことがはっきりする弁護士と一緒です。笑えて勉強にもなること必至のスペシャル回をお楽しみに。 CTV 朝日オールライツリザーベド弁護士と一緒です。テレビ朝日、テレビ朝日弁護士と一緒です。公式サイト www.tv-asahi.co.jp